バンコクの BTS のチョンノンシー駅に来ています。チョンノンシー駅の4番出口を出て、今からユニコーンカフェに向かいたいと思います。ユニコーンカフェってすごい可愛いカフェがあるんですけど、場所は分かってるんですけど、なかなか情報がなくてどう行っていいか分からなかったんですけど、今 Google マップを見ながら行ってみたいと思います。ユニコーンが、大きなユニコーンが、なんか満席みたいよ。ユニコーンがキラキラなお店、ちょっと中に入ってみたいと思います。おじさんが出てきて、かわいい、ユニコーンがいっぱい、あっちに座れだって。ユニコーンの洋服着てる人がいっぱい、こっちの方が写真撮るだけで先についていけないみたいです。お店の中はユニコーンだらけ。上の方もユニコーンで、壁もユニコーンで、テーブルは可愛いテーブルが置いてあります。持ってきてくださいって言ったのに、どうのこうの言いながらもういっぺんにバババッと持ってこられちゃいました。ポテトはサービスだって、それとカルボナーラの7色のパスタと、あとで持ってきてって言ったレインボーのワッフルとアイスクリーム、ちょっと溶けないうちに急いで食べようと思います。ここは、バンコクのチョンノン市駅どちらだかなから降りて徒歩 2,3 分って書いてあったけど、5分くらい歩きました。そこで、ユニコーンをモチーフした可愛いカフェです、ここは。ですごく歩いて暑かったので、まず甘くないジュースって頼んで、甘くないって言ったけど、どうでしょう。なんか甘酸っぱい、あんまり美味しくないような感じのジュースです。なんかハワイアントロピカルなんとかって書いてあったけど、色は、まあ、まさにハワイアンな色です。それとこれがあのどうなってるんでしょうか。なんか七色の上が、どれこれ、今のトロってなったやつ、トロってなったやつ、うん、チーズ、あ、美味しいよ。なんか見た目にまずいかなと思って、インスタ映えになればいいかと思って頼んでみたけど、ハンバーグ美味しいとこの七色のカルボナーラ見た目と違う、まあまあいけます。それとこのポテトチップスはサービスでつけてくれました。ポテトチップスじゃない、なんだ、フライドポテトはサービスでつけてくれました。これも美味しい、美味しいというかもう普通に、普通で、このアイスクリーム、七色のユニコーンの帽子がついてる。帽子は普通にコーン、あ、もう溶け出してる。これどうだろう、アイスクリーム、ブルーとピンク、うん、口の中から出していかんよね。なんかね、入ってる、飴じゃない、グミみたいな、グミ、うん、いつもなんかあんたが食べてるやつ、甘いやつ、甘いやつ、ふにゃふにゃしてるやつ、グミよね、グミが入ってるアイスの中に、そう、グミとなんかナッツみたいなのが入ってる、とこの7色のワッフル、なんか体に悪そうなんだけどんちょっと酸っぱい感じがする、酸っぱいというか甘酸っぱい味、普通のワッフルの味、普通のワッフルにちょっと甘酸っぱい系の何だろうか、ジャムが入ってる感じ、ジャム味。
か色的にまずそうな感じがしたんだけど、味は結構いいよ。そんなに食べれない味じゃない。まあまあ美味しい。こういう色がついてると大体美味しくないところが多いんだけど、これもまあまあ、あのハンバーガーは美味しかった。チーズも美味しい。そう、七色のチーズなんだろうね。七色のチーズ、チーズに色をつけてあるって感じかな。パンが星型に、星型でパンがユニコーン型になってる内側で、うん、ちょっとまず全部食べてしまおう。早く。スネークファームに行って、スネークファームでヘビを見れなくて2時半にまたリターンして戻らなきゃいけないので、その間に、地下鉄を1個乗り継いで BTS のチョンノシ駅で降りてユニコーンカフェに来ました。場所の詳しい情報は、概要欄に貼り付けておきますので、来られる方はそれをチェックして来られたらいいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだこの先もタイ情報をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。